誰だ。もう遅刻のくせにふざけないでよ。誰だ。はいはい、遅刻魔です。ブブー。もうレン君ふざけないでよ。何見えないよ。ちょっと、え、何、え、もしもし、見えないよ。何してんの。え、お前誰。レン？その子。離れ。何なの？うん。次は水族館に行きたいな。うん。うん。じゃあ来週ね。バイバイ。最近彼氏と電話した後に必ず変なメールが来るの。え？うわ、気持ち悪い。リエの部屋、盗聴器があるのかも。なさそうだね。そっか。また変なメールが届いたら専門家に相談しよう。うん。大丈夫だって。元気出して。ありがとう、サキ。少しは気持ちが軽くなった。そう？よかった。じゃあ、私はそろそろ帰ろうかな。わざわざ来てくれてありがとう。ううん、また何かあったら連絡して。うん、じゃあまたね。うん、お邪魔しました。はい、バイバーイ。はい、バイバイ。さっき、こんな携帯持ってたっけ？ああ、明日渡すか。よし。
なんで先が？携帯持ってたっけ？音楽聴くように持ち歩いてるだけだよ。あ、そうなんだ。なんで？ううん、気になったから。じゃあ私はこれで。うん、じゃあね。今日もありがとね。声聞くと元気が出る。ううん、なんでもない。じゃあそろそろ寝るね。おやすみ。しつこい。この道これってうちの近所？はい、110番。事件ですか？事故ですか？あの、すみません。多分ストーカーだと思うんですけど。いつ頃からですか？1週間前からメールが来てて、最新のは今日です。今は安全なところにいますか？はい、自宅にいます。でも、住所もバレてると思います。犯人は知り合いですか？いえ、知らない人です。
大量に自撮りが送られてくるんです。その中にうちのマンションも映ってて。待ってください、今新しいメールが。どうしました？もしもし、大丈夫ですか？助けてください。何これ、ハキ、また来てた。今度は明日君の大事なものを送ります。だって明日警察に行こう。私もついてくから。アキ、ありがとうね。夏美、大丈夫？大丈夫。ありがとうね。ううん、いつでも頼って。また明日連絡するね。うん。まだ寝てるのかな。Thank you.
友達の優子はいつも彼氏の悪口を言っている。ほんとムカつく。他の女と二人きりで飲みやがって。ふざけんなよ。ひどいね。連絡はしたの？私からは絶対しない。イライラする。てかさ、吉祥寺に新しいカフェできたの知ってる？知らない。なんか500円でスイーツ食べ放題ない？え、本当に？マジですっごいお得だね。もう今度絶対行こう。うん、絶対行こう。てか最近優子彼氏の悪口言わなくなったね。うん、まあ落ち着いたからね。向こうも最近何も言ってこないし。ふーん、そうなんだ。おかわりもらっていい？冷蔵庫から適当に取って。どうしたの、春菜？いや、なんでも。そう。この時私は確信した。何この携帯。Thank you.
お姉ちゃん。はーい。今日帰ってくるの早いね。Thank you.
誰にも見られてないな。はい。三橋さん、課長がそろそろお冠です。あと5日で単独捜査を切り上げるとのことです。あと少しで尻尾をつかめるのに。橋さん、山梨、それで私を監視してたってわけね。キモ。警察ってキモいよね。こんなピチピチの女性を四六時中見張って。なんでお前が。ただ、うるさいな。飼い主家にいないのかな。そもそもうちのアパートペット禁止じゃん。そろそろ大家さんに言おう。ベランダに出てんのか。本当に嫌な猫だな。
当にここで合ってるよね。何か？ここって檜山さんのお宅で会ってますか？檜山楓さんと約束をしてるものなんですけど。あら、楓ちゃんのお友達？今楓ちゃんにお使い頼んでて、もうすぐ帰ってくるはずだから、中で待ってて。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。楓さん遅いですね。そうね。私電話しますね。必要ないわ。もうじき帰ってくるから。そうですか。この家古いから。気分が優れないので帰ります。ごめん、待った？あ、ううん。どうしたの？顔色悪いよ。少し体調悪いみたい。ごめんだけど帰るね。ちょっと、サチ。Thank you.
もうおばあちゃん、後始末ちゃんとしてって言ったのに、カップに血もついてたし、あの戸棚の子ももう用済み。サチ、お楽しみはこれからだよ。いや、来ないで、来ないで、来ないで。楓ちゃんのお友達、今楓ちゃんにお使いを頼んでて、もうすぐ帰ってくるはずだから中で待ってて。お邪魔します。ちょっと、つむぎ静かにして。